こんばんは、リバーサイドニュースの時間です。こんにちはやろ、暑すぎるって。いやー、久々ですね、リバーサイドニュース。いやもう会議室でええやん、もう暑いて。いやちょっとこの真夏のどうしてもやっぱリバーサイドからお届けしたいニュースがあって。いやもうそこのこだわり、もうかなんかニュースだけでいいじゃないですか、アイドルニュースとか、うん、ドローダピーニュース、うん、でも会議室で撮りましょうよ。いやでもリバーサイドニュースを楽しみにしてくれてる視聴者の皆さんもいますか。そんなおらんて、誰がおんのよ、うん、ほんまに。告知がありまして。告知、早速、8月19日、はい、土曜日、はい、19時半夜7時30分からですね。迫ってますやん、はい、TBS チャンネル1、はい、CS の TBS チャンネル1とスカパ番組配信で、モーニング娘。23 25周年特番、はい、25年分の禁断ランキングの放送がございます。あ、噂には聞いてましたけども、いやようやく、ようやく、ね、放送する運びに。もうね、今TBS チャンネルさんのね、うん、X からね、元 Twitter、うん、現 X、 はい、いろいろポストされてると思うんですけど、ツイートではなく、はい、現ポスト、はい、イーロンマスクがね、はい、エグジーズみたいなこと言ってましたけど、ね、結局ポストになったんですね。そうですね、思い切りポストって言ってましたね、はい。まあだから危機ポストはこれからね、うん、あ、確かにブログなのかツイあの X なのかね、ちょっとややこしくなってくるんじゃないかな。まあブログですけどね、うん、完全に思いますけれども、うん、とにかくね、モーニング娘。はい、23さん、うん、素晴らしかったですね、本当に。なるほど、やっぱこれ、まあ、毎度おなじみのように、うん、ネタバレにならない範囲で、そうですね、ちょっとこう見どころというか、まずね、楽しみにされてる方もいらっしゃると思うんで、たくさん、まあ、とにかく、まあ、番組の、はい、まあ、ざっくり概要を言うと、はい、まあ、皆さんにアンケートをねご協力いただきまして、視聴者の方、視聴者の皆さんに、であと街頭インタビューも、え、街録も行ってきまして、で、まあ例えばですけど、うん、街録の方は、うん、まあ、イメージ調査ですね、モーニング娘さんのことを知らない方だったり、まあ、中にはもちろん知ってる方も、あ、一般の方、一般の方、ファンではない方にも、にもインタビュー答えてもらって、例えば、うん、部下にしたいメンバーはいますかとか。知らんのに答えられるんですかそれ。そうそう、まあだから写真の印象とかね。あ、写真ね。そうそうそう、顔立ちとか、そう、あとか、でこの子が部下にいたらいいなみたいな。あ、ちなみに川崎さんが選ぶ部下にしたいモーニング娘、うん、どうですかね。一人選ぶなら部下にしたい、はい、福村さんですかね。あ、リーダーの、うん、やっぱりそのリーダーシップ、そう、なんか全部任せられそうですね。確かにね、いろいろ経験されてるしますね、これやっといてくださいっていうのは、うん、全部やってくれそうな。動機が良くないな、丸投げしたいからって、事務作業をね、ああ、全部やってくれそうな、良くないな気がしますのでまあもし採用に来られたら、来られたら入社お待ちしてます。いやいやいや、どこでリクルートしてということで、はい、まあでも、うん、そういうのがあったりとか、はい、あとはもうファンの皆さんから聞いた、うん、これ禁断ですよ、禁断なランキング。禁断ランキングって言うと、どういう質問？まあだから例えば、ね、どういうランキング？歴代のメンバーでダンスが一番上手いメンバーはとか。あ、なるほどなるほど。歴代のメンバーの中で歌が一番上手いメンバーは。もう正直に答えてください。正直に答えてください。うわ、これ禁断じゃないですか？これ禁断なんですね。結構禁断ですよ。じゃあやっぱりこう忖度なしに、そう、答えていただいたと。うん、そう。答えていただいたし、うん、我々も忖度なしに結果を出しました。あ、いじらずに。そう、いじらずに。無修正？マジで無修正。本当に。忖度働かしてないですか？働かしてないです。この人入ってないのまずいから入れときましょうか。入れときましょうとか、はい、現役のメンバーが誰も入ってないからこれ入れましょうとか。もうそういうのなし？もう一切してない。ネイキッド？もうネイキッド。裸のままで。あら、うん、レッドイットビーですね、はい、じゃあ。本当にね、あら、やってますよ。うん、なんでね、まあ、まあ、ジョンかポールかですか。いや、そのビートルズの話、はい、それ ビートルズの話、どっちが歌うまいかみたいな、ね、違う違う違う、そのレッドイットビー、レッドイットビーって今、うん、あのね、うん、リブートされたアルバムのタイトルが、うん、レッドイットビーネイキッドやったんで、うん、ネイキッドって言葉出しただけなんですけど、はいはい、あのモームスの話ですよね。ああ、そうや、禁断ランキングのモーニング娘。はい、23さんの話でしたね、はい、特にビートルズからリピースないと思う。そうだそうだ、はい、そうだった、はい、ビートルズあのね周年特番じゃなかったですね。なかった、そうですね、すいませんね、はい、はい、地上波でやるでしょうしねそれはとんでもないことです、はい、とんでもないことなんでね。あ、でもモーニング娘さんの25周年記念特番はとんでもないことです。そうですよね、本当に。いやー、モームスさんなんで注目度ありますから。本当ですよ、やっぱりもう日本の未来はウォウウォウウォウですから。まあ、やっぱ知らない人でもそのイメージはね、イメージはありますから、確実にありますよね。ありますからね。あと、うん、最後にですね、はい、
25周年名曲ランキングっていうのもやらせてもらいます。かなり多いですよ、うん、世代を彩った彩ったこう曲がね、うん、こう20だから皆さんから投票してこれも忖度なしで、あそれも投票でそうランキングして25周年にかけてトップ25を発表します。うわこれはもう楽しみですね。ラブレボリューション入ってますよね絶対。いやどうでしょうどうでしょうかねえ、でもファンの人が選ぶ名曲ですから。あそっか、そうそうそう、ちょっとコアなランキングになってくる。ちょっとコアなのか、まあ、はい、名曲1曲だけ選んでくださいなんで。うわかなり確かに、うん、迷いますよね。ところですよね、うん、確かに。そうそうそう、まあ、僕はあの、ザ・マンパワーをに投票しますけど、ね、はい、その票入ってるんですか。入ってます。あ入った、はい、私も一応一般視聴者として一般視聴者としての投票はされたんですね。はい、なるほど、ね、僕出囃子にも使ってましたからね。あザ・マンパワー、ザ・マンパワー、あらららららら、はい、あそうですか、はい、知らなかったな。そうですよ、ね、笑いのパビリオンでね僕ザ・マンパワー、うん、いやいや誰がわかんねえ大阪のインディーズライブ、大脇里村ゼミナルさんが主催されてた。もう片や作家になられてるからもう知らない。いやいや僕そのライブ知ってますし、ああその出てきた芸人さんも知ってますけど、すごい視聴者の方は知らない。そうそうたるメンバーが出てましたよ、はい、当時のね、当時の、うん、ああね、裸電球さんとか、ね、裸電球さんとかね、いっぱい出てましたよ。パニーニさんと か、はい、魚 DVD さん、魚 DVD さんね、はい、いやいやその全部知ってますけど、うん、多分この話はもうこれ以上しない方がいいです。知らない話が続いて失礼しました。不快感を与える可能性がある。申し訳ございませんでした、はい、すいません本当に。あとね、本当にやっぱり、メンバーさん一人一人、やっぱモーニング娘。さんって、こうすごいですね、まあなんか平たく言うとこう意識高いみたいなことにくくってしまうのかもしれないですけど、一人一人がこうなんていうのかな、番組をこう盛り上げようとしてくれてるというか、まあ、やっぱり銀河系集団ですか。そうそうそう、自分の出じろとか、あこの子出てないなとか、新メンバーのフォローとか、確かにもうなんかいろんな線を張り巡らされてる収録だったんで、なるほど、もう本当に感心しましたね、まあ、本当にモーニング娘さん、フルで、しかもこの長時間バッとこうね、一本で見ることなかなか、いやなかなかない、やっぱいい機会ですからね。そうそうそう、だからあ本気でこうフルスキル、フルスキル、なんかまだまだ売れようとしてるなっていうのは感じました、ね、それは素晴らしい。ギラギラ教えてほしいです。ギラ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 感を、なんか久々にこう、ガッとこう感じる収録に、ちょっと熱いな。えリバーサイド、これなんでリバーサイドなの。ほんまもう蒸し返して申し訳ないですけど、あのなんかね、生田さんが、あのリバーサイドで語ってくださいみたいなことをチラッと言ってくれたんでね。えご本人が、ご本人がちょっと、いやこれはちょっとあれですよ、僕の勘違いあったかもしれないですけど、そういうこと言ってた気がする、気がするんで。どっちの今回リバーサイドからお届けしてますけど、いやいや それそこ確定させてくださいよ。いやでも本人が言ってやってるやったら僕も納得してやりますけど、いやいやでもそこ確定するとね、はい、そのなんかまたねあれですから、その禁断ソースです、禁断ソースの、ね、これはちょっと、はい、そこはもう皆さんご想像に任すけど、うん、任しますけども、その可能性があるんですね。僕はなんか生田さんがリバーサイドでまた語ってくださいみたいなことをおっしゃってたような気がしたんで、じゃあ従います、はいはあはい、使ってないですけどね、使ってないけど収録中にね、なるほどなるほど、そういうところがあったんで、そういうことが、まあ、今回ちょっとリバーサイドでやらせていただきますけど、僕だって中でやりたいよそんな、いやそれ俺もやったら暑いねって、やからわざわざスカイパーフェクト TV のあれ冬やったからな、むちゃくちゃ暑い今、汗たくなってる。え、まあ、ちょっとせっかくなんで、じゃあ名前出たんで、どうでしたか、今回の生田さん。マジすごい、もうとにかくオープニングからすごいから、見てみて、本当にドア玉からドア玉からもう本当にね、プロデュース演出家みたいな感じで、さすが、結構ね、新メンバーさんの自己紹介とかをプロデュースする生田さん、これ大注目なんで、うわ、あとカラオケのシーンとかもやっぱ生田さん面白いんで、いやあのそう、カラオケはね、トップ10を、あのみんながあのカラオケで歌 う歌ってくれるんですか。そう、歌ってくれるんで、え、めっちゃすごいな、普段のライブとはまた違う、そのカラオケならではの、そのカラオケボックスにメンバーといるような楽しみ方ができると思うんで、これぜひぜひ見てください。モーニング娘。とカラオケ行けることなんかないですよ。そうそうそう、ないですよ、本当に、もう行った気分になるんでね、最高、ぜひぜひ、本当に最高最高最高でした本当に、しっかり止めてやるんですね、はい、本当にありがとうございます、はい、あとまあ、個人的にはね、やっぱり石田さんとかもやっぱ面白いなって、刺してくる面白さとか、横山さんとか、あと横山さんのやっぱりね、その本当に面白い、言い方と顔と、まレッツ魂、もう本当にね、もう本当だから、やっぱりさすが岩尾のユニフォームを着てるだけありますよ、本当に、あれ、あ、岩尾好きなんですね。そう、なんか小泉芳雄とか、確かにね、本当にもうちょっとね、こうシュッとした方に行くのかなと。まあでもやっぱこう渋い選手が、そう渋いとか、まあ仕事に、そう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 、ね、本当関根とかね、確かに、ね、結構かっこいい選手はたくさん、ショルツとかね、ショルツとか、ショルツはあれやけどね、そういると思うけど、でもそこはねすごい良かったですね。なるほど、本当に、いやみたいな、横山さん
なんで、うん、本当に横浜さんのこう発言とかも注目して見ていただけ、うん、はい、面白いんで、はい、なんでぜひぜひご覧になってください、はい、TBS チャンネル1ですか、はい、番組配信でもご覧いただけます、うん、はい、はい、ぜひお楽しみに、お楽しみに、ありがとうございました、ありがとうございました。